そうロゼミューズさん着てるのはちょっと下に今日着る服着ててでもちょっとまだ見せたくなかったのでちょっと <laughs> あれなんですけどじゃ今日はあのクマ,クマになるから。 髪の毛をちょっと前引きながらおしゃべりしようかなーみたいな感じ暗いいですかもうそんな暗いくなくあとまだちょっとメイク終わってなくてまつ毛もやってないしあのー、アイラインも引いてないしだからちょっといろいろやりながらね話したいなみたいな感じです ちょっとリングライトつけるけどちょっと軽すぎるかもわい軽いなやっぱりショルも始めた瞬間目が痛いんだけどあこっちの方がなんかいいね <laughs> そう今日のお話し会来てくれる方いますか そうお寿司、あ YouTube の、YouTube 見てください。<laughs> YouTube 見てほしいなぁ。そう、今日、愛ちゃん早く帰っちゃうらしいので、ちょっと、えぇ、ー、行くかーって感じなんですけど。<laughs> 行きますよー、みんなのためにね。ちょっと、適当に、ウェーブをするので、で全然汚いんですけど。 適当でいいんですよ適当でよくてなんかショールームスルスル詐欺しててほんとごめんなさいあのショールームスルスル詐欺しててごめんなさい <laughs> ウェブ巻きうまくできないウェブ巻きはあの私もうまくできないです だからもうなんか感覚でやってでもなんかねこっち側の紙をこうやってこの鉄板に <laughs> 鉄板鉄板にこうやってひィってやるとなんか綺麗にこう丸がつくみたいなちょっとカクカクだねまあいいわそんな感じですよ適当です鉄板じゃない <laughs> 鉄板なんていうのなん,なんていうのコテのコテのやつコテ固定ににつけるで鏡なしでこ,のこれ見てやってるのやばいです絶対に絶対にやけどするで髪伸びたかなでも髪伸びたと思うんだけどでも私結構こあの豆にね豆っていうか結構美容院行ってて傷んでるところ毎回切ってもらってるからなんか全然。 伸びてなないのなんか多分みっちゃんとかなんかの方が今長いんじゃないかなワンチャンな気がするけどどうなんだろう熱どのくらい目指してるとかある目指してる髪の長さ私別にそんな長,長くなくていいかなみたいなあの今ぐらいを イージかなーみたいななな感じなんなら切りたいんですけどでもやっぱあのー、ロングの方が好きなので多分みんなも好きだし私も結局なんか短くしたら短くしたでロングがいいよってなるから今のところ変える予定はないけどなんか活動 してくうちに変えるかも。か今日カラコンちょっとなんかライブの時につけるやつにしたらめっちゃなんか配信だと変。変えようかな。今日風強いのやだー。風 NG なんですけど私。風 NG 出してるのに。よいしょ。 そうなんかね最近はねあ,そあおさんが載せてたんですけどあのなんかずっとショールームでさあのディズニー行きたいんですよねみたいな言ってたじゃないですかなんか制服ディズニー最後に行きたいみたいなそれがかなってなのでちょっとなんか写真載せたいなみたいな思ってるんですけど。 いつのせようか迷ってるうか、ん、がってる様子を <laughs> 様子伺ってるてかさごめんなさい私が絶対こうやってアイロンやってるからさちょっと気が気が気,が気じゃないでしょ <laughs> いつなんか静かすんじゃないかって思ってるでしょ大丈夫です多分なんかここが長いからこっちに入れます 見たいよねツイッターにもインスタにも載せたいってからインスタ最近頑張ってるんですけど私本当にインスタ難しくてあのあそうインスタ始めたんですよね <laughs> そっからだわ将来の質ないのあの片方できたあのねカラコンが変ちょっとなんか変えようこれにしよう ちょっと待って,てなこうやって見たら別に変じゃないんだけどなんかこれで見たら変どうしたらいいななんか目がでかすぎる。 でも今撮ったらさもう違いすぎちゃうよ目がほらわかるこっちがつけてないこっちがつけてカラコンって怖いよ今の顔写真撮らないでね絶対にでも普通にあの目悪いので何かつけないと目が見えない よいしょつけるね片手でつけるの難しいあ,あ、片手でつけるの難しいですね、片手でつけるの難しい ちょっと待ってつかない入った右と左で違うんですけどわかる なんか右の方が生きてるって感じがしますねで <laughs> も前髪までやってないからちょっと顔が変なことに関しては何も言わないでくだけどさいまだ作ってる途中なのであとリップを塗ってないねそれですリップを全然塗ってないから色がちょっと今今カラコン左右で違うから変顔がちょっとリップ塗れるな なんかこのリップね薄いからなんかピピッとした色 <laughs> とは言っても私はあの1時間ぐらいしか今日配信できないんですよねこれやったら色あるんじゃううん なんか私ってなんかリップすごいなじむんだよねなんか発色しないのなんか発色全然しないのカラコンをどっちも同じにしないと変だわ顔がちょっと待ってねえ悪いことだよ発色しないわみっちゃんとかめっちゃね 発色いいリップの同じリップ塗ってるのにね全然発色が違う <laughs> なんか元の唇の色かなでもなんか愛ちゃんはなんかあれらしいあの元のリップがピンクっぽい色らしくて唇の色がねでだからなんかあの愛ちゃん家部なんですよどっちもああ怖い愛 <laughs> ちゃんんだからだからな イエベの色のリップ塗ってんのになんか若干ピンクみがみたいなもうなんかよくわかんないわよしこれで変じゃないですかね顔が、うん、でインスタ始めたんですよねインスタフォローしてくれましたかインスタ 私本当にインスタやりたくてずっとやりたいやりたいやりたいって言ってたらできるようになったのでめっちゃ嬉しくてちょっと投稿とか頑張ってるんですけどあのみんないろんな人にさ拡散して「お願いこの,この子かわいい」って会えてるよ 待ってあいちゃん見てるもしかしてあじゃあ愛ちゃん見てたらあの今日の服教えて秘密の服私に LINE で、うん、ねえ愛ちゃん見てんだけどやばい喋れない <laughs> うんやばいよちょっと恥ずかしくて喋れないよいつも私は勝手に見ているからさ、うん 対話の日にみんなにインスタフォローして、ありがとう嬉しいうんなるほど。早く見たいなぁ。もうすぐ始まるんじゃない第3部。もうす、二時とかいつもの逆パターンで確かに。ちょっと恥ずかしいですね、こっちは。 友達は可愛いって言ってフォローしてくれた「うん、好き友達」検索のすべないに友達のまるまるさんフォローしてましたからねそうなんやそれいいねそのシステム でもいこのおいさんでもさ皆さんやられてるからやってる方が多いのかもしれないけどさみんな結構さリアーかリアーかっていうかあのガチのなんかあのファンオタクアカみたいじゃなくてなんかそのガチのリアルを <laughs> リアルの中でフォローしてくれる方もいてみんなのなんか日常っていうかなんかアイコンとかなんかあこういうやつでやってるんだ。 感じながら嬉しかったるあと本名とかねでもおたくあかを持ってる方はもうさすがやなぁと思ってもう早いってか私のために作ったよみたいな私の私が作ったから一緒になんかおたくあか作りましたみたいなもうなんか可愛くてみんながもうほんと大好きだよーって思いました <laughs>、うん、ほんとみんなフォローしてくれるしなんかコメントとかもめっちゃしてくれて嬉しい <laughs> そうインスタのフローランって好みでるあんまみんなフォローしないでよ他の子 <laughs> 他のアイドルさんとかはさみんなフォローしてるでしょでもなんかみんなのねなんかねフォローしてる人とかねなんか好きな人に大体なんかね 分かるんだよねあこの子が好きなんだなるほどねって思って見てるでも分かるなんか好みがなんか似てるんだなみたいなねりリコのインスタやばいマジでインスタグラマーすぎてちょっと私ほんとにリコぐらいあの活発にインスタを動かせるように頑張りたいんですけどほんとさすが姉さんって感じ リコのディズニーの投稿がなんかインスタグラマーすぎててかあの前髪前髪ないのをめっちゃ久しぶりに見た昔の写真だけどあの写真は多分ねあの写真はあの時ねあのちょうど行った時見せてもらってたから写真をなんかいつか載せてほしいなと思ってたから載せるようになって嬉しいですね インスタって何枚載せれるの写真って何枚が制限 10? <laughs> もうツイッターだと4しか載せれないからもうめっちゃもう助かると思ってえしかも文字数もめっちゃ書けるやんまあそんな書いてないんだけど今のところ私は <laughs> でもなんか例えばライブの後とか周年ライブとか大事なこう 節目のライブとかだと本当にいつもツイッターでもう文字数足りないって思ってるのであの助かるなと思っているよそう高画質じゃないんだよねちょっとそうだよねスクショスクショでさ保存みたいな感じでしょそれがちょっとね確かにツイッター四4 k あるから ALT は1000 そうなのかな私ちょっと l t 最大まで書いたことないから。わかんないけど。保存できるアプリあるんだって。ちょっとそれ教えてみんなに。みんなに教えてあげて。知らんかった。私インスタ本当初心者でストーリーとかもまだ一回しか載せたことないよね。ちょっと本当にストーリー載せます。今日の、今日はストーリー載せようかな。なんか。 髪の毛を負けたのであの負けたのででもちょっと今日は別に巻いてるやつじゃなくてこっからクマにするからあのこれはもう見えないですよ。じゃあこっからはちょっとまつげをやっていきますね。 今日はねクマさんヘアってことでちょっとクマっぽい服クマクマっぽい服って言うんだよんかちょっといつもとちょっと系統違うか今日来てくれるよねみんな <laughs> 優しいクマ <laughs> クマは優しいですよよデーストパジャマ <laughs> <laughs> 全然可愛くないパズルはってるんだよちょっと待ってまつげするって言ったんだけどまつげのものがないうんー なんかチークめっちゃ薄いんだけど近,近くでなんか直で見たらめっちゃ濃いから,からどうしたらいいんだろうこの滑らかさみたいなやつさそんないらないもう肌汚いからさつけたくなっちゃうんだよねちょっと落としてみた <laughs> あーなんかちょっと喉が寝起きだからあの声があれなのラーメン食べたいですねちょっとこういう時はラーメン食べたくなるわ。 最近みんなが何をしてたのか気になるんですよ言って言って何してたか言ってえってかリコもリコのラーメンのとかもめっちゃおもろかったんだけどあれ食べてんのやばいってかあれ食べてんのにめっちゃ細いのを 本当になんかよくわからないからどこに入ってるんだろうとかねえーこういうことになる私のカバンは汚いから <laughs> なんでしかも私有線のイヤホン別に使ってないししかも何かここあっ抜けたでここに入ったんだけど知恵の輪みたいになってるやんリエもカエル化しないで、ね 本当はいつもちゃんと結んでるんだけどねなんか結んでるのほどけるなんかほどけちゃう美容院行ってきたいいねな,なんかしたのカット切ったねって言わないで、ね、ちょっと髪の毛を巻いたのでちょっとオイルをつけますこれはにに誕生日に もらったオイルですこれはもう本当にもらった日から毎日使ってるありがとうみっちゃんこれはジルのやつですね匂いがめちゃめちゃに良くててか明日絶対に優香にサンプル渡すってみんな覚えといて明日はサイン会ですよね今日は会えないからあの明日絶対渡すって思ってるそう 明日サイン会は来るみんな来るよねよしこんな感じでオイルつけときます今日は六本木えっんでなんで六本木行くのおお 友達のタンプレ買った何がいいんですかタンプレって <laughs> 私いつもタンプレ迷っちゃう芸人でうん本当にツーショット界のお洋服まだ着れてなくて <laughs> でも多分座って撮るからロングスカートしかダメなのロングスカートとかパンツしかダメなので足出せないかも。 みんな足好きでしょでもねどうしよう多分座って撮るんじゃない分かんない多分そうだった気がしたんだけどねえ美さんね早くあの絵見たいです <laughs> 私ずっと楽しみにあの更新されてるかなって毎回見てるんですけどちょっとあの最初の最初一回載せてくださってたやつもねちょっと保存しちゃったんですけど違う感じにするんですか どんな絵でも大好きなんですけどそう今からまつげやります怖いよねみんなこれ、うん、インスタもみんな見てるよみんなのやつでもインスタの私インスタ本当にわかんなくて インスタ本当に分からなくてなんかどうしたら何が見えるのかがまだちょっとつかめてないからなんかエゴサとかはツイッターの方が本当にしやすくてもツイッターラブって感じで本当ツイッター好きなんですよねでもツイッターもニアジア入ってからしかやったことなかったからあのやっとつかめてきたって感じそう ツイッターもさむずかった最初めっちゃ、まあ、今もむずいんだけどえそう「Twitter」ってあのプロフィールに書いてるんですけどなんかあれはなんか固定でなんか「Twitter」ツイッターのリンク貼ってくださいみたいな感じであの言われたので「Twitter」って書いてる。 でもツイッター呼びが好きです私はどっちにしろ「X」って呼ぶのむずいよてか私さ本当にやらかしてたのがさやらかしたじゃないんだけどさなんかせっかくあのあの「にあいじょい」公式のなんかツイッターで。 なんかインスタの QR コードみたいな貼ってくださってたのになんかそれを自分でなんかツイートする時になんか貼るの忘れてたのもう最悪だよねしかもあのあれはなんかマネージャーさんが一緒に考えてくださってあの絵文字あれそれぞれなんかさっぽい絵文字だったじゃないですかなんかそれぞれになんかどの絵文字がいいですかみたいなの聞いてくださってで私はリボンにしたんですけどピンクだし。 まあ黒猫リボンよく使うのでだからあれ,なあれせっかく一緒に考えたのにマネージャーさんと「なのになのに」です最悪もう乗せるの忘れてしかも絶対それそっから飛ぶ人いるじゃんそっから飛ぶ飛んでくれるとはずなのにうちが乗せるの忘れてたからもう最悪と思ってもう。 そ黒猫も好きなんですけどあのやっぱリボンが好きリボンとあとピンクのピンクが好きなのね色がだからそうリボンの方がよく使うかなちょっと前髪が邪魔でもこうやってやりたくないどうしようまあ、い,いかてからここに今なんかニキビできたんだから見ないで。 も私本当にそうなんかお話し会のなんか申し込みのやつとかもなんかあのフォーチュンさんのやつ載せ忘れたりとかなんか引用もしてないのにフォーチュンさんのやつもリンクも貼るの忘れてなんかもう何どこから申し込めばいいんですかみたいなことになったりとかなんかもう本当にそういうことが多すぎてだからちょっと本当に Twitter とかインスタとかもめっちゃ確認して載せるのでちょっとあのなんか間違えたことしちゃったら教えてください。 ちゃんと確認して載せるけどね、ねそういうのがあるから、もうやんなっちゃうわと思って。 そうでも私はちょっと頑張って SNS を頑張るって言ったから SNS は頑張ってるよでもツイ,インスタ始めたからといって Twitter をおろそかにしたくないので頑張ります全部やれるようにモーメントもねでも私モーメントは本当に大好きででみんなのコメントがなんか結構コメントがね一番見やすいかもモーメントがモーメントちょっと頑張るね <laughs> でもなんか やっぱ写真とか投稿するツールがあのインスタもツイッターも増えたからなんかモーメントはなんか FC 限定の写真も載せたいけどももやっぱ文章が文章文章がなんか文章かも文章かもえっ <laughs> ちょっと待ってなんか何か塔下手じゃない今日ちょっとどうしよう喋るのちょっと無理かも今日<笑><笑> <笑><笑>ちょっと待ってちょっとおかしいよね今日今 <laughs> マスカラします <laughs> <笑>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 ちょっといいなのコメントにもらっちゃうやめてあのコメントはしてほしいんだけど はおもろいんだけど <laughs> うんてかツーショット会やるのに最近いっぱい食べちゃってるので怒ってください「昨日も焼肉食べました」「焼肉食べてお家帰ってきたらママがから揚げを作ってくれててから揚げ食べたこうと,と思って1個だけから揚げ食べて今日の さっきママがもう一回唐揚げをあげてくれたのでそれを食べましたありがとうそう焼肉はなんか <coughs> あっそう昨日モーメントでモーメントのことだからちょっとあれなんだけど新しいお友達できたんですよ。新しいお友達できた すごくない私がこの私結構コミュ障でいやコミュ障っていうかあ仲いい子にはめっちゃ喋れるんですけどあののの新しい友達作るの本当に苦手なのねでジュリーとかめっちゃ上手なんですけどそうでそれで昨日やっとなんかもう高校卒業もうすぐ卒業するのにもう今から作って意味あるっていうタイミングで新しい友達ができました。 そうまあ意味はあるよ友達これからってかそう意味がないとかじゃなくてなんかこれからもっと前から友達になってればもっと学校で友達とその仲良くできたのにか今はもう卒業するのに <laughs> ってなっちゃってもう本当に嫌だっていう話まあでも新しい友達できたことはすごい嬉しいことなのでいつだって遅くないよ優しい そうだよねそのことでもお家がが何か割と近くてなんかそうだからすぐ会いに行けるねと思って違うぬいぐるみじゃないぬいぐるみもね私ぬいぐるみのお友達なんかぬいぐるみはお友達ではなくて ななんかペットみたい山尾の MBTI は最近変わったんですよ前までずっと ENTP だと思ってたんですけど e n f j e、まあ、e なんですけど絶対いつでもまだ I になったことはないんですけど ENFJEN、e、って何か他ある N なんとか FJ ですなんとか FJ になってました 最近変わったそれが何なのかは分からないんですけどそう ENENFJ じゃない ?ESFJ かな ?ES か EN か分かんない ES かな ?ES かも。てかちょっと皆さんお願いがあってさ。 時間教えて欲しい終わったあのそちょっとずつ時間教えてほしいですありがとう <S <laughs> <S あ S かも ESFJ かも主人公ではなかった <laughs> 主人公ではないかも私は結構なんか論理的みたいな,なんかそういうのになるんですよね そうえ今日って私何時から配信始めてる賢いの賢い <laughs> 嬉しい褒められてるよね賢いって。じゃあ嬉しい。 まつげができたので、まあ、今日はちょっとまつげはもう何でもいいです <laughs> なんかそんなになんか多くなくてもいいかなみたいななんかでも私は結構。 ESFJ な,なんですけど断れなくてなんか物事に頼まれたやつとか断れないしあでも決断力はめっちゃあって優柔不断になったこと一回もなくてあの何でもすぐ決めれる2択とかまあ自分のあれだけどねあとは何だろううん うん結婚断られてる人まあまあいる気がするあそういうこと私が結婚するってなったら断られるのかと思ったちょっとびっくりしちゃったよそう結構判断力はあるしあとなんだろうそう優柔不断ではない なんか一旦適当に線だけ書いてみた後で直しますちょっと前髪もやりたいんだけど前髪一緒みんなと一緒に準備できて嬉しいみんなも準備してるみんなもももかに会う準備してこれから会うでしょこれからデートでしょ 一緒にテレビ電話しながらデートの準備してるみたいな感じですよね今日休みなのに行かないよって人とかっていないですよねあてかなんか2択で迷ってて今日クマさんヘアするんですけど前髪流すしかなんかパッツンのいつもの全おろしかどっちがいいかな てん,てんてんって何来ないってこと流しはまあ巻くんだけどまあここら辺で分けてなんか巻くよこれを巻くんだけどこういうこういう感じむずいねねえ水曜日まではやばい <laughs> もう今日なんですけど でもなんかそんなみんな私の巻き流し前髪好きじゃなさそうなんだよな <laughs> そっちのが見てみたいそんなことないですかまあでもちょっと来る人優先で来る人の意見聞くわ来る人 <laughs> 来る人の需要に合わせていきたいから。 来る人。はーい。僕行く本当。今日だけは、あ、今日は予定があるの。予定はしょうがないね。予定はしょうがないですけど。今日休みなのに。今日全然時間あるのに、家にいるのに。こんないよって人とかって。どういう方。うん。 やだ話したいやん話したかった <laughs> 韓国語の勉強してるのすごいね。ねえゴロゴロは本当にさあゴロゴロしながら参加してよじゃあ。ゴロゴロして参加すればいいじゃないか。 え、本当にそう当日券とさ、どうにかさなんかさ当日券制度さどうにかさ、なんないちょっとこれこうやって巻くと前髪が今すごい短いのですごい短くなっちゃうのでこうやって折 <laughs> ります折るちょっとやっぱねこの配信の画面を見るとねうまくできないですね まあとで修正するからあれだけど私前髪巻くの本当に下手くそなんだよね本当に下手くそだからちょっとみんな教えてほしいどうやって巻いたらうまくできるよみたいな <laughs> メイクは好きなんですけど 前髪巻くのはちょっと私本当に下手くそなんですよねえフォーチュンの他のアーティストさんはあるのえー、じゃあフォーチュンさん自体はそういうあのやつはやってらっしゃるってことですよねえー、絶対やった方がいいよねなんか難しいのかななんかシステムがあとやっぱ人数多いからかな12人もいたらさ ななんかかむずいいよみたののあるのかなでもさ当日券あったらさ逆に言ったらみんなめっちゃ絶対浮気するからやだなだってあっんかももちゃんの行こうと思ってたけどなんか他の時間あるし他の子も行こうみたいななるよ絶対じゃあいいやじゃあいいわもうじゃあいいしするわけなくね <laughs> 絶対ある絶対ある おだししでも一番悲しいのはそのイミさんのあのキャラにさんのやつで、あのー、もともとこの子の剣のに変えるみたいなのほんとに NG ですこっちも巻きたいんだけど絡みないとできない。 あのね、こっちってね利き手だからいけるんだけどねこっちってねむずいんすよ。いやーこうですねね、今の私のやり方やばい見てほらこうやって膝にさ <laughs> 膝に鏡のせてここで見てるんだけど。 これで、あとここをね出す。ねえ私のここっていつもこう耳かけてるからさ、なんかもうおかしいの直角なのいつも癖取る前 <laughs>、やばいよね。ねここやばくない？直角すぎてやばい。あこれは百均の鏡、もう百均の鏡が一番いいですからあのこれもう大きくて本当大きいんですよ。 えにぐつ、ありがとうちょっと私まだ完成してないけどいいの可愛い,いありがとうにグつ。今日も来てくれるんでしょてか一応行くとは。なんかまあ、この前のガルガルもめっちゃ嬉しかったんですけど、 なんかやっぱチェキいっぱい撮ってたのでなんか私もチェキ撮りたいのになあと思いましたまあ詳しいお話はね後でしましょう美術大感謝タワーって何 <laughs> え私今の美術いいってことほんとしいでも確かに三つ編みしたことなかったから三つ編み好きってこと でもめっちゃ前にいてびっくりしましたありがとねジャンプしてくれてジャンプ <laughs> ジャンプしてた飛んでた待って星になってるでもちょっと最近私はなくんはなくんちょっと あ YouTube があってあ YouTube やってるんですけど私 YouTube でなんかやっぱ人柄も見たい人柄も込みで推し作る人なのであのはなくんさんのはなくんさんはなくんさんのなんか全部に全部こう盛り上げてくれる感じがすごい好きなのやっぱムードメーカーが好きだから <laughs> あの花君さんはかっこいいだけじゃなくてそういう。 周りも見れるところがとてもタイプですてか阿部アムさん全然時間違ったから会えなかったもうもっとさかぶりたいよねてかねお茶ノーマンさんのね田代すみれちゃんとね 仲良くなったよお茶のおばさん好きな方いますえ <laughs> 今度対ンするじゃんだからちょっと楽しみなんだそれがすみれ可愛いよ顔が。 ニクフェスの日に一緒に写真撮りたいねって言ってるから撮るね写真そうだよねツーマンに向けてみんな予習する予習してみてでもあのニアジョイの推し活動は忘れずに頼んますよ あお肉との写真はもちろん載せましたなんて言ったってでも私お肉大好きなんですけどあの昨日もお肉食べたんで昨日もタン食べたんですああってかあ焼肉行ったんですけどあのちょっとみんなに聞きたいことがあってなんかあの黒くてなんかなんかブツブツしててなんかなんかモップみたいな <laughs>。 お肉って何ですかあれ千枚みたいな千差しみたいな千枚みたいなあれ何と思って私あれ出てきて昨日食べたところでなんか盛り合わせみたいなやつ頼んだら千枚みたいなやつた出てきてこれは何と思って何これって思ってで私はちょっと「大丈夫です」って感じでやらせてもらったんですけどあ,のあれ何ですかあれってお肉なんですかあれ何,何ですか 食べないわやばいちょっとちょっと大丈夫でーすって感じでちょっと <laughs> 今回はあの見送らせていただいたんですけどやばいえっちゃんとお肉なんだでも友達が食べてなんか「あなんかコリコリしてたよ」って言われる <laughs> 言ってた。<laughs> 胃胃袋袋私すごい眉毛動くよね私すごい眉毛動かすの得意なんか前髪が崩れたんですけど眉毛のせいで <laughs> うん私の好きな部屋タンとハラミとあと昨日食べた何が美味しかったんかなんかな美味しかったやつがあったんだけど名前ちょっと分かんないけど あとはなんだろうあーあと全然関係ないんですけどあの最近白子ポン酢がめっちゃ好きですなんか友達そのそれこそ友達とこの前なんかご飯と食べた時に白子ポン酢を頼んだのその友達が。で 私はその見た目でもうちょっと「はい大丈夫です」って感じでやってたら本当に美味しいから食べた方がいいよって言われたのねでそれで「えー食べたくないよ」って思ったけどでもポン酢好きだから <laughs> ポン酢好きだから食べれるんちゃうんって思ってで私結構その食わず嫌いはしたくないじゃんやっぱりもう18歳だしさもう成人したしあの食べちゃんとなんか挑戦しなきゃと思って。 食べたんですよ。もうめっちゃ美味しくて。そう。え、季節とかあるのえ、フルーツみたいな <laughs> そうなのえー、そうなんだ。でもめっちゃ美味しくて。いや、千枚ちょっと見た目がちょっと NG って感じで。ダ <laughs> メでしたね。ちょっと。でも次の、次焼き肉また行ったら、千枚頑張って食べてみようかな。シラコポン酢はなんか、 えー、白子と千枚なら千枚食べますやばい千枚絶対やばいですよあれでも白子ポン酢はやっぱ味が美味しいですねあの白子自体の味っていうよりかはやっぱポン酢の味が美味しくて <laughs> あのそあの友達が頼んで一緒に食べようみたいな感じで頼んでくれたんですけど美味しすぎて私ばっか食べてたもうえー、気に入ってくれて嬉しいみたいな言ってくれてなんか優しくてもう好きになった友達がもっとめっちゃ可愛いんですよその子 そう、ポン酢大好きそうあでも食感が好きですね私食感好きあの美味しいあ食感がすごいやつ好きなので、ね、全部なんか大あなんか数のことかあのたくあんとか軟骨とかそうそうめっちゃ好きだからあてか YouTube 見てくれました皆さん私あれさちょっとさ あ私,のか私のところにさカメラあったからもうずっと映ってて嫌なんだけど <laughs> いやそれ映るんだけどみんなだけど近いんだよダメだよねあれちょっと <laughs> うんちょっとさ本当にああ常味の常味のだよねやっぱみのいいしねえでもハマチ私ハマチは食べたことなくてあ食べたことあると思うんだけど でもそのお寿司屋さんでハマチ頼みますって感じじゃなかったんですよでもやっぱ優香がね美味しいって言うからあの優香が美味しいって言うからじゃあ美味しいんじゃんと思ってあのー、食べたらめっちゃ美味しくてあとはなんだっけえっとヒラメヒラメめっちゃ美味しかったなそうあとあのあの最後のエンディングでなんか ごちそうさままででででしたみたたみいいなやってでもまだ残っててもだ残じゃないですかでも終わった後みんなで全部食べたんで <laughs> なんかあのお寿司屋さんで来ていただいたらなんかこのお魚をたなんか全部食べていいよみたいなお魚で買ってるんですよだからなんか全部食べきった方がいいよみたいな感じになったのであのあのじゃあじゃあ食べますって感じで食べてあとマネージャーさんとかも食べてみんなでワイワイ食べて。 もうずっと美味しくてずっと幸せでしたそうそうだよねゆうかちゃんの言うことはねあれだもんねゆうかはね味覚味覚っていうかやっぱお料理とかあのー、ねっ <laughs> すごいあれだからね <laughs> きなこごはん何やそれ えでもきなこご飯でもさきなこもちってさもちってご飯だからさ割といけるのかな <laughs> でも普通にご飯としては食べれなそうフルーツスイーツ板前さんはあのとっても優しそうなお顔をしてらっしゃって優しいんだろうなぁと思ったら本当に優しくて <laughs>。 <laughs> とってもお寿司もああとね「お醤油はつけないんですか?」みたいなコメントがあったんですけどあ,のああいうお寿司屋さんってもう事前に塗ってくれるんですよねこうなんか「へへへって感じで塗って出してくれるので私たちでつける必要はないんですよ <laughs> みんなのコメントも見てるのであの是、ー、非いっぱいコメントしてくださいなんかあのー、あれですね「ももちゃん嬉しい」みたいなコメント嬉しいです おもちゃんおもちゃん,おもちゃんって感じでコメントしてください <laughs> そう2周年ライブの話もできてすごいよかったですそろそろ時間かな45分じゃあ52分から始めたから52分に終わるあジュリイが高校卒業したって おめでとう <laughs> おめでとうね私もねあのあの卒業あの写真載せますねいや卒業一応したんですけどちょっとこれ話したら長くなるのでまた話すね 私事ですではありますがみたいな感じでやってた今その私事が見たいようちらはって感じだな <laughs> でもねなんかね入場が難しかったうんなんかママを探してたらなんか曲がるのを曲がり忘れちゃってなんか間違えた <laughs> 中学の時も間違えたんんだよねなんか後ろの人と喋ってたらなんか,なんか前がもう行っててじゃなんか <laughs> の一人でついてくじゃんでも後ろの人となんか喋ってたらこうやって「ああなんとかだよねやばい卒業やばい,い」って喋ってたらなんかもう前の人がもうそうめっちゃ前にいて「やばい!」と思って走って入場みたいな,なんかそんな感じでもうダメですよ <laughs>。 うって感じでしたよフォーメーション,フォーメーションそれもじゃあフォーメーションだと思わないとあのいやだめだね <laughs> 今なんて言った今今なんて言ってた <laughs> あ,あ あの掛け声みたいなやつは、まあ、小学校の時はやったんですけど中学校とか高校になったらさすがにちょっとまあ大人になるのでそういうのはやらないですね私何担当だったかな忘れちゃったけどなんか掛け声みたいな,なんだっけ呼びかけみたいなよな,なんていうのああいうのってあ <laughs> バビリでもバビリとして先生が立ってくれてたんでわかりやすかったし そう修学旅行みたいなやつだよねどこだったかなえっ「ピカピカのランドセル担当」えなんかそう歌詞みたい <laughs> なんか「君の音だったんだ」とかにありそうな歌詞「<laughs> トランペット」みたいな <laughs> 歌詞って作るのめっちゃ大変なんだろうな本当にありがとうございます ファーストシングルもねもうすぐなのでもうすぐ、まあ、まだまだか6月なのでアイラインがないまた卒業の話するね あ、またールもしまたルしすでもちょっと今日は多分できないかなうんだから明日明日は何かあるっけあ明日サイン会やんじゃあ無理だあ卒業の写真もなんか多分なんか載せるなんか載せるんだけどいつ載せようってもタイミング今見計らってるどうしたらいいですか どううしようタイミングがむずいなるはやそうなんだよね意外となんかいろんなイベントあってさなんかかぶっちゃうんだよねまあ良きタイミングで載せまーすありがとうみんな今日も私のグダグダ準備ショールーム見てくれてあとで会える人は本当に。 楽しみにしてるね。話すの。うん。ニグタワーありがとうあ。インスタのストーリーも更新したい。インスタのストーリーはちょっと後で更新したいなと思ってるので。あのー、はい。じゃあね、みんな。ありがとうございました。 またあとで明日教授等の対面話し会の後にサイン <laughs> 頑張ってねあとで会おうねあとで会える ?52 分になったあと1分かあの ショールも終わった後に「ああ今日も山もちゃん可愛かったなモモちゃん可愛かったな本ほんとちゃんしか勝たんもちゃんだけしか見てないです」みたいなツイートしてくださいじゃあねみんなありがとうあとでねバイバイもうなったもうなってるよねさすがに。 <laughs> じゃあね。